週刊ウニュです。よろしくお願いします。岩井まさかです。そしてお相手は、はい、宮下純一でよす。ろしくお願いします。そして前回ネタ出しした六角形が変形するやつがですね、まだ途中まででしてね、まあじゃあ途中までなんですけど、ちょっと相談したいなということで、よろしくおは願い、いしはまいす。はい。まあちょっと前回のやつもね、そうです最ね。初に見た方が意味がわかるかなと思うので、前回のネタ、こんな感じだったそんうでですけね。ど、まあ六角形が並んでて、六角形の辺の長さが等しいようだけだとぐにゃぐにゃになっちゃうから、なんそうですかね。こう、右正下六にあるよう角に、形とは限らないということで。そうそう、三回対称、それぞれ三回対称に変形するような感じにするとうまく辻褄が合うということが分かったので、そういう動画を作ろうと。そして白、黄色、青とあるけど、うん。実は2パラメーターってことなんですよね。あ、そうですね。黄色と青の、角度を決めてやると白は自動的に決まると。決まるから。いうことで、まあ、そのパラメーターはこの範囲で動かしましょうと。そういうようなネタ出しをしておりました。そして、こちら。今、YouTube の方に変わりましたかね。まだ見えてません。あ、見えてない。そう、ということは、これ共有仕切り直した方がいいんだ。で、そうなのか。これだ。よいしょ。そうね。画面を。うん、そうそう。画ズームの面共を有今の日。仕方がね。これが今途中まで作った、黄色だけ作ったの図ですね。そしてマイナス120から120っていうの。そこのシータの値で言うとね。マイナス120から120までってのやってましここたがけど。多分シータなんですね。きっと。あれ？あ、違うかな。図で言う120度を引くシータ、120度足すシータになってるんで。ああ、そういうことで言うと真ん中か。これが120度引く120度で0度から始まって、そうかな。で、120度足す120度で240度まで行って終わると。そうですね。そこから書き始めました、確そか。ういうことですね。で、まあ、これ、今1個だけだけど、隣のやつとか作って、全平面に広げると、まあ、一応そうで完すね。成そというこし、とですが、これで、さっが、き、違うね。回転の方向がちょっと違うんですよね。思ったのとね。うん。六角形の置き方っていうあ、か。そう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 。だから、これだと、なんかこう、ここの辺が止まってて、中心とかどんどん動いてって、止めますか、まあ、どっか。そうですね。思ってたのは、どっかの六角形の中心絵を、を止めますか。あ、絵を止める。なるほど。停止。で、この、六角形の中心が固定されていて、で、しかも、各頂点へ向かってる、この角度がありますが、これが固定と、まあ、今、斜めになっちゃってますけど、まあ、こわかりました。そこがずっと、う。うん。なんつか、方向が、頂点の方向が変わらないようにするといいそうでわすけでね。すね。そうですね。だから、つまりで言うと、実はシータとか言ってるけど、みんな真ん中から106、60度、60度、60度にそうで向すかっね。ている線の、何？経緯が違う。はいはいはい経緯がはい2はい。種類あるっていうとも捉えられるわけですね。なるそうほでどすね。ね。シータ変える代わりにその径が変わる。まあ、シータが決まれば、そのまあ経緯そうがでいすくつかね。も決まるので、そうれで動かしちゃった方が実は簡単かもって話かな。ん。うん。すっまきあ、りする。変換が簡単できるならですね。シータのね、うん。それはまあできそうかもしれないですね。で、もう一個隣にも、そうですね。別な角度になってるやつをくっつけると、それで全部で3つと。わかりました。じゃあそれを作っておきますので。もう、岩井が理解できました。あははは。それはまあ、まあ、
またちょっとしばらく経ってできたら、はい、作って YouTube 出しますんでね、はい、よろしくお願いします。これじゃあ、まあ、習慣で続けていくにあたって、はい、うん、毎週アウトプットが必ず出せるかっていうところもあるので、あ、そうね、まあ、こういうね、それは、うん、岩井も途中報告みたいなのも、はい、岩井もこればっかりやってるわけではない、働いていたりもするので、はい、はい、はい、そうですね、というところで、そうですね、じゃあまあまあ、うん、あ、実はだからプログラムの作り方を割とすっきりさせたので、うんうん、なんていうか、その対応が早くなってるかもしれません。うん、あ、何を言ってるかというと、そうですね、便利クラスをいっぱいまとめてあるので、それがいっぱい置いてあるので、なんか作るときにそれを持ってくればいいように、な形にしましたので。うん、岩井さんも、今後はだんだん早く作れるかもしれません。ええー。って感じです。だんだん慣れもあるし、レベルアップしていくんですね。はい。普通そういうふうに作るけど、一人だとどっかが怠惰になって、まあ、ってなるんですけど、ね、ちょっともうだんだん量産してくると、やっぱりこう、モジュールに分かれたのが、ちょっといいなという感じですね。まあ、そんな話もありつつの。はい。じゃあ、これではこれでおしまいでして、はい。では、チャンネル登録をよろしくお願いします。あと高評価とコメントもぜひお願いします。今コメントを言ってもらうと、はい、一番最初のコメントに、あ、前回でもね、ネタ出し動画の時になんかナイスカラーってついてましたよ。ああ、ついてましたね、うん、色がいてね、ありがとうございますって感じ。そうそうそう、日本語わかんねえからなっつって、そうじゃねえかそうじゃねえって、うん、まあまあまあ、そういうのも重要ってことだな。はい。もともとなんか言葉なくて、なんか36万再生とか言ってるからですか。おー、ね。あ、じゃあまたよろしくお願いします。はいはい。